激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。と青カノンです。何食ってんだよ、早く自己紹介しろ。これアックのお店なんですけど、視聴者さんが来てチョロス置いてってくれた。これね、美味しい。あ、リフレクションのアックです。はい雑だな、おい。今回ですね、このアックのお店のこのサウンドラインっていうお店で、うん、今日はね、ちょっと撮影していくんですけども、ちょっと待って待って待って、あー、これね、おい、はい、さっき、なんか T シャツもらったんで、あ、違う、いや、3000円ですか。これ3000円らしいんですけど、後でちゃんともらっとくんで。今回は、激辛出前を頼みました。最近有名な激辛カレーが流行ってるそうで、美味しいですか。もちろん、レッドブレッドいうね、激辛専門カレー屋さん、辛さレベル1から100まであるんですけど、この1がもう他のお店でいうもう激辛レベル、嘘だ、もうやばいの。ということで、じゃあ2人も独身していただければと思いますんで、はい、じゃあちょっとまだでも来てないの、うん、お、来ましたね、お、来た、そのあ、ありがとうございます、はい、おー、来ましたー。配達員の方に聞いたんですよ、これどんぐらい辛いですかって言ったら、うん、いや、食べたことない、そもそももう辛さレベル1で、もうヒーヒーっちゃう、もう食べれない、でも早く食べたい乗り気だな、おい、すごい、ね、辛さで、辛さ70倍以降になっちゃうと、もうえ、これめっちゃ辛そうじゃん、もう気絶しちゃうんじゃねえかっていう、真っ赤だよ、これ、それ福神漬けだレッドブレス激辛カレー、食べていい？あ、いいっすよ、全然大丈夫。じゃあ、いや、マジで本当に気をつけた方がいい。え、混ぜていい？ご飯と。あ、まあまあまあ。普通に美味しそうだから食べたい、うち。まあ、その真っ赤なやつ辛いから気をつけて。これ福神漬けですけど。いただきます。え、マジで？絶対でもやばいと思うよ、これ。あ、美味しい。え？うまい、うまい、うまい、うまい。本当に？うまい。これ相当やばいって言ってるからね。アップン食べてみ。うん、全然大丈夫。多分なんか安心したわ。出前史上一番辛いと思う、これ。おそらく。いただきます。はい。いや、そんな辛くはなさそうだけどな。見た目はそうなんですけど、100倍ですから。どう、そんな辛い、辛くないな。え、ちょっとやばいよ、やばいっしょ、やばくない、やばいの、俺わかんないんだけど、マジでどれくらい辛いの。食べてみ、辛くない、牛乳あるけど大丈夫、牛乳は一応もらう。やばいんだ、やばいんだ、やばいんですよ。じゃあちょっとちょこっといきます。辛い、うん、ぐさってきますねやばいね、辛いね、わかるわかる、牛乳欲しくないでしょ、辛い時は。ほら、だって全然辛くないって。いやいやいや、もっと多くつけたら。あ、私つけてる、つけてないじゃん、全然。うーん、うん、お腹空いてるからね。そう、お腹空いてるから辛さあんま関係ないかも。いややめろ、俺のキャラが潰れるから。すごさが伝わんねえだろ、お前。視聴者さんも焼き芋まだ食べたい、ちょっと。あ、これちゃんと食べよ。あ、うん、なんか旨味もある、なんか、まあ、確かに旨味もある、ピリ辛の奥になんか旨味が、うん、18禁カレーと同じ系統の辛さがあります。ただやっぱこう、カレー専門店なんで非常にコクがあるよね。そう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 、コクある、でも辛い。まあでもコクがあるから。いや、コクイコール辛くないっていう感じじゃないからやめて、そういう下にすくっていくと、こう赤いのが出てきます。で、唐辛子の種っぽいのがこうね入ってるんですよ。うわー、これはとんでもねえぞ。いや、何食ってんだよ。これ直訳すると赤い吐息ですからね。そんぐらい辛くなる。できんでいいです。歯磨いてる？やってろ。いきます。赤いのすごい辛そうだな。だ、何度も言い出せんな、福神漬けだ。これ美味しい。やば、今まで食べた中の出前で一番辛い。というか、普通のお店で食べる激辛カレー屋さんより全然辛いわ、これ。うん、麻婆豆腐と味覚かな。もうこの汗ですよ。ちょ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 、
あー、これはすごいわ、パンチ力あるわ。喋れなくなるわ。この白いの辛いですか？ご飯だよ。これやばいよ、ご飯しか進まない。ルーのバランス考えて。バランス崩れるほどやっぱね、これご飯行きたくあれちょっとなめてたね。たったこれだけの量なんですけど、それぐらいの破壊力があります、このカレーには。弱いんだね。じゃあ食ってみれば、マジで本当にやばいから。全然大丈夫、全然大丈夫。まあ別に余裕でしょ。うん、全然大丈夫。貧乏ゆすり困ってないから。おいお前屁こいたろ。いや、これ辛すぎてへこえたろ、お前。へこえちた。本当に。サウンドラインでバカ野郎が。あまりにも辛さで、あらゆる体中の毛穴がバンと開いてね、ついでに肛門も切れちゃったっていう。うわ、唐辛子も入ってるし。あと全然辛くなかったでしょ。まあね、全然大丈夫だと思う。やばくね。でもまあ、コクがあるから。うん。あ、これ。唐辛子やん。ごちそうさまでした。やばかったね。どうでしたか。いや、まあ、ぶっちゃけ、まあ、ぶっちゃけると、うん、米にほんの少しだけつけただけなのにくっそ辛かったでしょ。死ぬかと思った。別ソースやばいでしょこれ。でも、ね、多分ね、最後まで動画見てる人いないから、うん、うち最強キャラで多分これからも君臨していくと思う、このチャンネルで。最後まで見る人いるから、見てる人は見るから。もう最後に言いた人だったらもう真実わかるよ。はい、という感じです。本当ね、これやばいね。やばい。それでは辛さレベルの発表していきましょう。レッドブレスさんの激辛カレー、辛さ100倍じゃん。じゃん、辛さレベル8です。おめでとうございます。ギリギリこう、うまさも感じつつ、こう辛さも感じる、レベルです。はい。まあ、ただですね、これ、まあ、今回別にね、この量的にはそんなにがっつりっていう感じじゃなかったんで、まあ、これがね、大盛りとかに、大盛りとかカレールー2倍とかにしたらもう9とかぐらいになってくると思うんですけども、でもそれぐらい、本当に浮かせに食べたら、本当にやられちゃうと思います。お二人のチャンネルは概要欄に貼り付けてますんで、チェックしてねー。そうと。はい。お疲れした。辛かった。マジでやばい。やばくない？よっ！よっ？何？今、歌舞伎みたいな。やばくない？本当に。よーっ！